や、君はもう眠くなってしまいましたか。まぶたが重そうですよ。では、映画の続きはまた明日にして、一緒に眠りましょうか。その前に、目を閉じてください。わかっているでしょ？おやすみのキスです。それとも、目を開けたままの方がいいですか？私は、君と見つめ合いながらするキスも好きですが。素直に閉じてしまうんですね。少し残念ですが、こうして君が目を閉じてくれると恥じらうその顔を密かに見つめることができるのですよ。とは伝えず、私の胸の中に秘めておきましょうか。唇を離したというのに、まだ目をぎゅっとつむったままですね。緊張のせいか、眉間に少しシワが寄っていますね。可愛らしい人です。もう数えきれないほどしているのに、まだキスになれないといった感じですね。もう目を開けてもいいですよ。どうしましたか？顔が赤くなりましたよ。ええ、そうです。私のキスを待つ顔も、キスをされている時の顔も、君が目を開けて私を見るまで全部見ていましたよ。誰よりも愛しい恋人の顔ですからね。いけませんか？どうしてまた目を閉じようとするのですか？それは確かに目を閉じるようには言いましたが、恥ずかしがらずにその瞳に私を映してください。ほら、それともまたキスがしたいんですか？私は構いませんよ。そのままじっとしていてください。唇じゃなくて残念でしたか？君が堅くなに目を閉じるので、まぶたにキスをしてほしいのかと思ったのですが、そうやって意地を張るのならもう一度してしまいますよ。次はどこにしましょうか？君が一番ドキドキするところにしましょう。さあ、目を閉じて。最後まで見てくれてありがとう。よかったら登録してください。